ピアッツャ・ラボナ、1699ガスパール・ファン・ウィッテルは、オランダの画家。イタリアでは、ガスパー・デ・バンビテッリ・ガスパー・バンビテリーあるいはガスパー・ロ・デ・リオッキャーリ・リゴ・ズ・パー・デ・リオッケリーとして知られている。ローマで長らくキャリアを積んだ。彼は、ベドゥータとして知られる風景画のジャンルの発展に、中心的な役割を果たした。ファン・ウィッテルは、父が、 テオシ者製作職人であるカソリックの家庭に生まれた。彼は、現在のユトレヒト州アメルスフォールトで、最初の4から5年間はおそらくは、トーマス・ヤンス・ファン・フェーネンダールの下で絵の修行したと思われ、その後の7年間は、マテアス・ウィトゥースの下で学んだ。最難の年のアメルスフォールトへのフランスの信仰と、占領を逃れていたホールンデ1672年の、 描いた作品が彼の最初の大きな仕事であった。その後に、アメルスフォールトに戻りそこで1674年まで活動し、ついで、ビトゥースノの,の工房の兄弟弟子であった友人の、スタフェルデンとイタリアに向かった。親方であった、ビトゥースもそうであったが、ローマのオランダやフランドル出身の画家たちのグループ、ベント・ボイゲルズのメンバーとして活動した。そこでの彼のニックネームは、 松明もしくはアメルス・フォールとの松明イコール食材であった。また彼はゴズパー・ダッディオ・ケリーとも呼ばれていた。ローマではフランドルの画家アブラハム・ヘヌルスと共に働き、弟子になった。他に一緒にローマで活動した画家としてヘンドリック・フランス・ファンディントがいる。ヘンドリックは十八シーズン半の指導的ベドゥータ画家の一人になる。百九十七年。 ファン・ウィッテルは、アンナ・ロレンツァーニと結婚、1700年に第一子ルイージが滞在中のナポリで生まれた。ルイージは後に巧妙な建築家となり、一家のイタリアでの名前、バンビテッリと称した。1702年には、次男が生まれた。ファン・ウィッテルは、彼の生涯のほとんどを1674年以降は、イタリアで過ごし、1736年に死去した。 ファン・イッテルはほぼローマにいたのだが、1694年と1710年の間に、フィレンツェ、ボローニャ、フェラーラ、ベネツィア、ミラノ、ピアチェンツァ、ウルビーのナポリに行き作品を残した。1711年には、アカデミア・ディ・サン・ルカに加入した。彼の最後の作品は1730年のものである。ファン・イッテル作。 サンマルコワンからのピアチェッタの眺めカナレット作、サンマルコワンからの眺め彼の作品は、1660年代に、ローマの一連の都市景観図を作成した、フランドルのリーベン・クルイルの影響を受けている。ファン・ウィッテルはまた、主要なイタリアのベルータの画家であるベネツィアの、画家カナレットに影響を与えたと目されている。ファン・ウィッテルは百九十七年頃ベネツィアを訪れてその間に、 いくつかの風景画を残しているのだが、その描いたベネツィアの風景の輪郭やアングルはカナレットに大きな刺激と影響を与えた。その一例はサンマルコ湾からのピアチェッタの眺めに示されている。ファン・ウィッテルが最初にローマに到着した時にローマペルージャ間のテベレ川高校改修のためにオランダの水路技術者でもあるコルネリスマイヤーが デザインしたものを素描した絵を50枚描き上げた。彼の最初のベドゥータも、マイヤーとの協力によるものであり、マイヤーは広範囲のローマの景観を把握するにあたり、ファン・ウィッテルが描いたものを使用した。1680年代からファン・ウィッテルは、テンペラ画や油絵を使うようになった。彼のベドゥータは、その10年後に様式を確立することになる。彼は、 それまでのローマの伝統や他のローマの流派のやり方を引きずっていたオランダ人のイタリア在留画家のやり方の水準を突き抜けるものであった。イタリア在留オランダ人画家たちは広大な風景の中に建物を描き出すスタイルなのだがファンウィッテルは距離のあるところから大きな建物自体を描き出すというやり方であった。おそらくは暗視箱カメラオブスクーラを使用して描いたのだろうと。 思われる。1690年代にはこの方式によって描いており、イタリアへのグランドツアーの旅行者には大層な人気を博した。その中の一人は、初代レスター伯爵、トマス・クックで、ノーホークのホーカムホールを建てたトマス・クックは1715から1716年の彼のグランドツアーの際に、ファンウィッテルのベドゥータを少なくとも7枚購入した。ありがとうございます。